これ一回でアカウント切り替えるやめようや、これ。くそー、おどもーす。はい、どうも、しぼりくんです。荒野行動やっていきたいと思います。さて、俺はね、この時を待ってたんだよ。はい、7つの滞在復刻ガチャやってきました。やっぱこれだろう。なんとかのトップを、ほら。ちょっとラインナップ見ていきましょうか。うわ、懐かしいトゥルーラブ。これね、正月に回した、ね、懐かしいね、これね。で、これもね、あったね、女神ね。これ取得済みになってますね。で、ピンクと。これは確か交換限定ですね。で、ジンフリッタと。かっけえな、やっぱこれ。で、これは一番最初ね、初代のね、コラボのやつですね。で、初心もあって。で、あー、来たな、ロストベイン。これもあったな。かっけえ、これ。そして、やっぱこれだよ。これがマジでかっけえんだよ。これね、僕ね、銃剣までつけてて、カウンターまでつけてないんで、今回ね、つけたいと思います。かっこいいな、これ。で、これはちょっとよくわかんないね、これね。で、トカヤミの棺と。これもね、キーランクじゃない。カウンターまでね、上げたいと思います。さあ、これ人気じゃないかな、非常に。かっこいいね。まあ、雷ではないんだけどね、シャスティホールは、実は。でもなんかちょっと雷っぽいなんかインスタがついてますね、なんかね。で、あ、うわ、これ入れちゃったのか。これいられーな。この、正月の時にやったやつですけど、これ、なんだろうな、これ。これ全然関係ないんだよね、これ。7つの滞在と。まあ、ただ正月にコラボしたということで、まあ、正月っぽい衣装にしてますけど、これ全然関係ないですね、本編と。さあ、来ました、来ました、このエリザベス。みんなもこれが欲しいんじゃないかな。やっぱり。で、ホークと、ホークと。で、飛行服と、リュックと。いうことで、はい、やっていきたいと思います。これがもらえるのがね、100連までなんで、とりあえず100連まで回したいなという感じで回していきましょう。で、50回引いたらオレンジ確定。で、150回で金色衣装。渋いね。150回で金色衣装、あ、でもこれダメだ。これが来るわ、これ。この正月系が。なんで、エリザベス確定ではないんで、怖い、これは。まあいいわ。とりあえず記念すべき、まず10連目いきたいと思います。レディーゴー！うわぁ、来た！いきなり！さあ、何が来るんだい？お！テーマ、豚の帽子で！これはナイスだわ。これ普通に欲しかった。では、行きます。第1回目 !1 回目 !1 回目？めくるぜ！おぉ！ロストメイン来やがった！マジナイス！いいじゃん！いや、かっけえな、ロストウェイン、これ。いいなぁ。いや、めっちゃ調子いいんだけど。でも、この後、急にね、ダメになるパターンだ、これ。絶対。ロストウェインは、こんな感じですね。かっこいいね。かっこいいんだよね。じゃあ、20連目。行ってみよう。シャキン！まあまあまあ。まあ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 、いいでしょ。いいでしょ。まあ、こういう時もありますよ、人生はね。最初はね。でも、これが続くとおかしいよね、やっぱり。おかしいよね。おお！え、今回いいんじゃない？めっちゃ。神ガチャか。これやっぱり。やっぱ復刻の神だな。さあ、パパッとめくっちゃって。さあ、豚の帽子手がね、連続で来まして。30年目。金枠2個目。来い！おー、まあ、これ持ってるんだよな。やっぱボイス来るか。やっぱりボイスは来るよな。さすがにな。まあ、これはしょうがねえ、しょうがねえ。ボリボリ、ボリボリ太ももかきながら言ってますけども。まあ、これしゃあねえわ。40連目。おい、待って、ふざけんなって、これ。フードが、何個出てんだ、これ。1、2、あともう一つ髪型か、これ。波が激しいのよ。ね、ほんと。50連目。ああ。さすがにね、出てほしいんだけどな。あ、あったな、ガーディアンの服とかね。さあ、残り50連ですさ。60連目いきます。フルカウンター。さあ、気を取り直して70連目いきますよ。ポチッ。おかしいなぁ。そろそろ出てもよくない？しょぼいよ、今、普通に。しょぼい！
キングだ、まあ、キングも普通に顔おかしいで、ここバンやばくなこれ、バン、これ団長も全然ダメじゃん、こんなんじゃ。エスカノールはね、ちゃん意外とちゃんとしてんだけどね、意外とね。80連目いきます。よっしゃ、さすがにね、まあ3つは来てほしかった。さあ情けないガラクタとも開けまして、3つ目開けたいと思います。さあそろそろ何が来るかな。シャスティオールでも来い。ああ、あったなこれ。え、これ初毛か、初毛。さあラスト20連、もう一回来てくんねえかな。うん、来ねえわな、そりゃそりゃ来ねえわな。この早期ハーリーってとか、なんでウルトラレアルしなかったかわかんねえんだね、これ。なんでウルトラレアルしねえんだ、これ。ラスト100連もう100連目でそれはない。さあ、92連ありますからね。そうすると、約200連引いてることになるのよ。だから200連引けば、さすがにね、セダンや、まあ、欲しい武器、来てもいいと思います。なんでまあ、これでね、完璧に決めたいと思います。さあ、行くぞ。行くぞ。92年。行くぞ。噛みちぎれ！あれ？押せてない。噛みちぎれ！まずリュックが来たね。はい。で？ほう。バンとホークが来たね。俺、で、俺チケね。はい。お !G フリッタ被って、金チケ1個。うん。ホーク被って、金チケ。さあ、もう俺はね、目的を果たしたいと思う。早いとここれ交換しちゃっとこう。エリザベス、交換。よっしゃ、エリザベス、エリザベス、テスト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 。さあ、ここからはね、金地系レベル上げタイムをお送りしていきます。まず、メリオラス行こうか。さあ、50枚で、かっけえ、これ。メリオラス、魔人かと、いうことで上げていきます。さあ、メリオラス魔人か。かっけえ。そうそうそう、あったあったあった、これね。何よりこれですわ。エリザベス。50枚。来た、これ。かわいい。これだよね、みんな欲しいのね。あげます。はい、エリザベス。エリザベス、テーステンネテーステンネ。一番俺の好きな AK。G フリッター。カウンターつけちゃいますと。オッケー。完璧。さあ、そして床闇の棺もあげちゃいましょう。マックスまでいっちゃいましょう。完璧。さあ、これも欲しかった、はい。完璧ですわ。もうここまでできたらね、もう7つの滞在のコラボの思いのす、ここまでできたらね、7つの滞在コラボにね、思い残すことはないと。いうことで、ラスト、10連で締めさせていただきたいと思います。さあ、ラストくらいね、神引きして欲しい。欲しい。エリザベス、テステッテ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 。